はい、皆さん、こんにちは。アジアジででてるブルブルルす <laughs> はいやっぱりブルブルのけいちゃんですということでね、えー、どちらかというとすいません、やっぱりね、ブルーの話をすることになるんですけども、えー、またね、この動画に関しても最後までお付き合いいただければ嬉しいですね、っていう感じです。はい、今現在ね、今日はね、火曜日ですねあ、ごめんなさい、木曜日、木曜日を迎えておりますけども、いよいよもってですね、ここら辺が老化現象が起きてきてですね、 えー、曜日もわからなくなってきたみたいな感じですけど本日木曜日ですということで早いものでもうね週の後半に入りました皆さんね1週間どのようにお過ごしでしょうかみたいな感じですけどねいやーねーいろんなニュースというかねいっぱいね私もね動画を撮りたいような内容がいっぱいあるんですけども、えー、ちょっとね昨日もね、えー、ちょあの昨日というか今日か えー、今朝のね動画なんかでもお話ししましたようにちょっとね自分がね今抱えてるね、えー、ちょっとねお抱え仕事というかですね依頼されてる仕事が増えてきてですねなかなかね昨日も動画撮れなかったりしたんですけどでですねあのー、本当にねいろんな話があってまず一つはですね、えー、先日私もですね動画に上げさせてもらいました、えー、中本浩二さんですねが昨日、えー、夜の10時ぐらいですかね えーまあ、交通事故に現れあわれてですねお亡くなりになりましたということで本当にですね、えー、通信でご冥福をお祈り申し上げますというような、えー、ことでですね非常にまあショッキングな話でしたね。私もあの1週間ぐらい前にね動画を上げた時に、えーまあ、ある報道でですね、えー、どうも中本さんが 俗に言われるそのゴミ屋敷じゃありませんけども非常にね生活環境があんまりよろしくないようなところで生活されてるというまあかなりねショッキングなね、えー、ニュースがあったんで、えー、私はね紹介させてもらったんですけどもそれに引き続いてですねほんと1週間経つか経たないかぐらいがですよねで、えーまあ、昨日の、えー、急にねお亡くなりになったということで本当にね残念で仕方ないなという感じです。私も、ね、本当に小さい頃ですね 皆さんも覚えてらっしゃると思いますけど、あれですね、ドリフターズの8位だよ全員集合ということでね、あの、いかりや長介さんのあの声とともにね、えー、非常に楽しみにしていた番組ですけども、えー、そういったようなね、方、えー、のお一人がですね、お亡くなりになったということで、うーん、ね、しかもちょっとお亡くなり方がですね、非常に残念だなという感じがしてなりません。本当にね、ご冥福をお祈りいたします。ということと、 本日は本日でいよいよですね10月の20日ということでみてこ様ですねみて様のベージュのお誕生日ということで、まあ、これからねそれに関する報道が今日もいろいろ出てくると思いますけどね何かまたこれはというような報道があったら、えーまあね、皆さんにお伝えさせていただきますけども、まあ、お誕生日をねお,、まあ、お迎えになったということでお誕生日おめでとうございますということですね。 まみてこさんもねいろいろ私も、えー、話をしたいようなことがあるんですけど今回はちょっとね動画の内容違いますのでまた別の機会と思っておりますまあそんなことがあったりとかですねかたやニューヨークの方ではいよいよね、えー、今日が20日ですのでまあそろそろね合格発表が出てきても私はお,おかしくないと思ってるんですけどもまあ今ぐらいからそうですね来週の初めぐらいに か、えー、かけてててていいいつ出てきてもおおしくなななとううような状況になっております私も朝晩チェックしております。皆さんもチェックしておりますでしょうかっていう話だとかね。本当にね、えー、いろんな話がいいっぱいありますなんですけどもやっぱり皆さんのね実際の生活にもね直結しちゃってるという話で今回はね皆さんちょっとねコメントでもね、えー、今現在のそのね円安ですねに関して えー、やっぱりケイちゃんのコメント欲しい,欲しいけど言ってっていうようなことをねちょっとリクエストを、えー、何名の方からか頂、えー、き取りました。でですね、えー、こういったね為替も含めてですけどこの経済予想をね 私も過去の動画でね、ここ半年間ぐらいかな、ずっと言ってるんですけど、ずーっと当たってるんですよね。それこそね、FX でもやってればね、自分の資産が増えてたかな、資産なんかありませんけれども、ある程度自分のね、えー、お金が増えてたかなというような,ようなこともね、今さら長に考えてますけど、やってませんみたいな <laughs>。やってませんって、ね、動画撮るの忙しいんだよとかですね、自分の仕事が忙しいんだよとか <laughs>、って言ったような感じなんですけども、 まあね、このね、円安ね、私もね、ずーっと言っておりました。年末までに150円になるかもよってね、最初言ってた頃は、えーっていうふうに言われてた方,方も非常に多かったんですね。でね、ちょうど2、3ヶ月ぐらい前にね、円安進んでたんですけど、一旦ね、円高に触れたんですよね。で、その当時ね、135円ぐらいだったのが、130円ぐらいまで円高に触れてですね、あ このままね、ある、まあ、あの、ほとんどの経済学者の方が、この、これでもう収まるだろうとかですね、もしかしたらその時点から、円高に触れるんじゃないかっていうことを言ってましたけど、私はその頃も、いや、そんなことありませんというようなことで、ずっと年末、もしくは遅くても年度末、来年の3月、年度末ぐらいにかけてですね、150円になるよって言ってました。 でえー、そういったようなこともね皆さん、まあ、知っていたかというような感じで「イちゃんこれからどうなるの?」ってね予想してっていうような声があったんですね。でですねまあ私の今回の予想まああくまで予想ですけどね為替ってのは本当わからないのであくまでもね私がなぜこの150円ずっとね、えー、なりますよって言ってたような、えーまあ、自身の予想だとかですねじゃあこれからね来年にかけて 本当にこの為替どうなるのかっていうあくまでも予想ですあくまでも予想ですけれどもこんな感じなんですねはいえーとですねちょっとねタイトルにもつけておきましたけれども日本円は最弱ということでまあなぜ最弱という言葉をつけたかというとですねまあ単純な話としてですね、えー、まあお隣のね渓谷のねウォンなんかもそうなんですけれどもあのー、なんていうのかな例えば 今ね、日米の金利差ということで、アメリカドルに対して非常に弱い。逆に言うと、アメリカドルがどっぽ高で非常に高いというようなこともね、世界的に見るとね、世界の各国の通貨を見ると、そういったようなことも言えるんだけども、でもね、果たしてそうなんですか、逆に言うと、今現在の日本円というのはね、ね最弱の通貨ゆえに、円のねどっぽ安が進んでるんじゃないかっていうのが、私の見方です。でですね、 えー、一応 1, 2, 3,、1、えー、2、3、4というような形で、主なね、私もずっと年末ぐらいまで150円になるよって言ってきたようなね、えー、まあ、ベースというかですね、裏付けじゃありませんけども、私はこういうふうに考えてました。故にですね、じゃあ来年にかけてどうなのっていうね、話、ここら辺は皆さんも非常に、ね、気になるんじゃないかなと思います。でですね、えー、まず最初の一つ目、えー、対外純資産の変化、まあ、変化というかですね、これに関してはね、 一応ね、いろんな図だとかそういったようなこともね、えー、推移だとかも含めて、過去にね、何ヶ月ぐらい前だろう ?1、2ヶ月ぐらい前のね、動画でお話ししました。ちょっと探してみてね、あのー、私のこのね、えー、終了画面にでも貼っときます。なんですけども、今現在ですね、これ平成、えー、じゃないや、えっ、ー、とね、2021年度末かな、えー、なんかの数値でですね、約411兆円ということで、 えー、対外純資産がそのぐらいの金額にあたっててですね、えー、この400兆円以上のですね対外純資産額というのは実はですねもうすでに31年余り、えー、世界、えー、第1位です世界最大のですね対外純資産を持ってるすなわち、えー、個人であったとしても企業であったとしてもある団体だったとしても日本という国のですねそういったような団体組織がですね対外的に 要は例えばアメリカでもヨーロッパでもいいですけどもそういったような例えばアメリカの国債を買うでもそうですあるいはアメリカの、えー、かある、ね、一般企業に投資します、えー、アメリカでねもしくはヨーロッパで企業を立ち上げますっていうようなことでもですね要はあの日本円を売って、えー、実際にですねその国の通貨アメリカドルを購入してそこの例えばアメリカ国債を購入しますっていうようなことの金額がですね えー、要はね最大の411兆円というですね、えーまあ、最大の純資産国純資対外純資産国なんですね。で、えー、これがねまたどういうことかということですねまあ,あの内容的にはそういうことなんですけども、えー、私も過去の動画で申し上げてたんですけどこの対外の純資産というね内訳がね実は変わってきてるんですよっていうようなことなんですね。以前はですねその それこそね、円高だった頃にはですね、その円高を利用して、要はね、アメリカ国債をバンバン買いまくるだとかね、そういったようなことをしてたんですけれども、やっぱりですね、そういった中で、まあ多少なりともですね、以前のそのバブル崩壊時に比べると、日本の企業はね、少しずつ経済が良くなってきたというかですね、まああの、ある特にね、輸出振興型の企業に関しては、まあこの円安も利用してですね、俗に言われるその、 含み益ですね、なんかが非常に増えてきたと。だったらそれをね従業員に転嫁すればいいというのが欧米的なね <laughs> 観点なんですけども日本企業は非常に、えー、保守的ですので、えー、日,本円日本人のですね従業員の給与にはほとんど反映されないとこれもちょっと構造的な問題ですけどねそういったようなことで、えー、以前そのねたと以前はとにかくね国債だとかね海外のそれこそ投資信託っていうのを買いまくってたんですけども それがですね、今現在はどういう方に変わってきてるかというと、日本の企業が、要はですね、含み益というかですね、内部留保が増えてくるっていう中で、それをですね、例えばアメリカであれば、アメリカの企業に対してですね、えー、例えばアメリカで企業を立ち上げるとか,とかですね、あるいはアメリカ企業に投資するとかですね、えー、そういったような、えー、形に変わってきてるんですね。それがどういうことかというと、 要は例えばですね、えー、国債を購入する、もしくはね、えー、対外的な投資信託等を投資、ね、に対して投資するというようなことであれば、すぐに、まあ、思うところによってはですね、すぐにそれをね、延展にしてですね、えー、まあ、売り抜けるというかですね、そういったようなことも可能ですね。要は短期的な投資も可能なんですけども、例えばそれがですね、えー、アメリカの会社に対してね、出資をするだとかね、 え増資をするだとかそういったような形で対外的な投資え会社に対する投資っていうことになるとそれはなかなかね買い戻せないですよねというようなことで要はねもともとその対外の純資産であったような金額が長期的に寝るようなね動かないような形になっているというような内訳的にねこの対外純資産額が変わっているすなわちどういうことかというとなかなか円を買い戻す。 というような動きにならないというようなことで、えー、この31年ぐらいですねずっと世界最大の純資産国で居続けてなおかつそのね純資産額の内訳が変わってきてて要は円を買い戻すというような動きにならなくなってるというようなことまずこれは一つの大きな原因じゃないかということを過去ですねお伝えさせてもらいました。まず一番目、えー、なんか 動画また長くなりそうなので、こういった話してるとね、私動画長くなっちゃうんですよ。ベラ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 いらんなこと出ちゃうんでね。ちょっと端的に話をするようにします。はい。で、2番目。これはもう皆さんよくね、もうあの日常茶飯事のね、報道でもずっと言われておりますけども、えー、日米の金利差。今現在ですね、アメリカの長期国債、例えば10年物の,の国債金利がですね、4%前後、うろうろしております。というような状況でね、 以前は皆さんもご存知のとおりアメリカもですねヨーロッパもまあ日本と同じようにゼロ金利ベースじゃありませんけどもそういったところを貫いておりましたけどもこの、えー、特にですね2月のウクライナ情勢ウクライナ戦争ですねが始まって以来、えー、そういったね、えー、実際の、えー、政策を、えー、変換してきましたというようなことで今現在はですね えまあ来月もね FRB が FOMC の会合で0.75%もしくはもしかしたらですけども1%のね、えー、再利上げというようなことが、えー、今現在、えー、ほのめかされております。えー、もうそれに関してはね実際ね えー、なんていうのかなもうね市場では織り込んでるような形の今現在のね、えー、ドル高円安ということですけども果たしてで、ね、これが11月来年はどうなるんですかっていうことであると今現在まだ見えませんけどもアメリカの CPI というかですねあの消費者物価指数コンシューマープライスインデックスっていうんですけど、えー、それに関してもですねずっと高止まりしてますよね。一時9%台をつけけたんですけど つけててですね、まあ、先月ぐらいはやっとね8.1%だったっけなでちょっとだけ下がってきてますけどまだまだね、えー、今までの,そのアメリカの状況を考えるとね8%台の CPI これはめちゃくちゃ高いんでねまだまだあのこの、ね、物価高物価上昇に関してアメリカ国民が苦しんでる。 まあ日本国民も苦しんでるんですけどそれ以上にアメリカ国民も苦しんでいるというような状況でまだまだねこの FRB のね政策金利の上げというのはね来年以降もね収まらないんじゃないかっていう感じがしますけどねそういったようなことを考えるとこれからの FRB の動向にもよりますけどもまだまだこのアメリカのねどっぽ高じゃありませんけどもアメリカドルの強さというのは変わらないんじゃないか。 に加えてですね、先日、数日前にね、バイデン大統領がどういう思惑でこれを言ったのかわかりませんけど、アメリカの経済はまだまだ強いというようなことで、アメリカのドル高に関してですね、懸念は示しませんでしたよね。要は容認したような発言をしました。これって結構大きいですよね。アメリカの何せ大統領、一国の大統領がそういったような発言をするというようなことは、ある種のドル高容認ですので、えー まあそういったようなことを考えるとね、今現在その日銀が独立でですね、為替介入をしても、先日の為替介入でもね、もう明らかだったですよね、効果は一時的に。 すぐに戻りました。で、またこの円安のね、状況というのは始まっております。ついに150円。もうもしかしたらこの動画をね、私が配信する頃には150円超えてるかもしれませんけどね。今現在149円の後半ぐらいなんでね。もうすぐにでも超えそう。みたいなね。一応壁があるのでね、149円の前半とか後半を今現在、昨日あたりからうろうろしてますけどね。一応壁があるんでね。でも超えそうですね、150円ね。 えというようなことでこのバイデン大統領の発言非常に重いかなという気がいたします。あとは3番目これはねもう皆さんもよくご存知かもしれませんけども異次元の金融緩和ですよ、まあ、アベノミクス以来のですねあのー、よくですね私はねアベノミクスに関してはちょっとね批判的なちょっとというかかなり批判的で確かにですね雇用は増えましたよ日本の雇用はね 非正規のね、正規、えー、正規の会社員、正規の職員じゃなくて、非正規の雇用は増えましたよ。確かに数字だけを見れば、見ればですね、雇用、雇用対策によるですね、えー、実際の雇用のね、数というのは増えました。だた,ただし、それと合わせて行っていたこの安倍さんによるですね、 えー、アベノミクス3本の矢とか言ってましたけどもね財政出動とか言っておりましたけどもこの異次元緩和によって今現在何が起こったんですか間違いなく円安につながってるわけですよそれによって今現在苦しんでるのは誰ですか日本国民なわけですよねというようなことで 一時的にはアベノミクスはねすごくアベノミクスすごいなーっていうような経済学者もいますけども私はずっとねここね過去からねこのアベノミクスに関してはどちらかというとかなり否定的です、えー、というようなことがあってこのね異次元の量的緩和ですねというようなことが起きているで、えー、昨今においてはですね日本政府まあ日銀ですね日銀によるこの無制限のね えー、公開市場操作と言われるですね、買いオペレーション、買い値による指値のオペというのが行われています。これはね、皆さんも、まあ、新聞等ではね、出されているので、よくご存知かもしれませんが、要はね、えー、俗に言われるそれ、日本の国債金利をですね、えー、上限を0.25%に抑えるべくですね、えー、日銀の方で国債をね、無制限に市場から買いますよというような政策を打ち出していて、これは多分、 これからもずっと行われるでしょうって話なんですね。要はどういうことかというと、日銀がですね、例えば市中の銀行から、もう国債をですね、無制限に買い入れますというようなことになって、逆にその買い入れる単価として、対価としては当然日本円をジャブジャブするわけですよね。そういったことによる、あの、まあ、異次元の緩和ですと。日本円をジャブジャブすればそこでまた円安が起こるわけですよ。まあ、そういったようなことで、結局ね、 買うというようなことは国債の価格は上がりますよね。国債の価格が上がるということは、反比例してですね、その利回りというのは下がるわけです。というようなことをベースにして、金利の上限を0.25%というですね、この上限を超えないように調整をしている、これが日銀による買いオペ、指し値オペといわ,われるもので、逆に言うと、はい、日本円をジャブジャブぶ、ね、供給します。すなわち さっきのアベノミクスじゃありませんけども、えーね、異次元の量的緩和それがいまだに行われているということでそれをやってる限りにおいてはこの円安は止まらないというような話ですね。あとはこの4番目、えー、日本売り これは、ね、まあ、あのー、過去からずっと言われてるそれこそですね、えー、1990年の,あのバブル崩壊以来、まあ、この30年間ねずっとデフレで苦しんできたような日本の経済ですけどもそういったようなことがねいよいよもってですねこの、えー、ウクライナのね、えー、情勢によって起きたかなという感じですよね。でどういうことかというとやっぱりこのね今になって本当ねここ23年ぐらいね えー、もう言われておりますけどその日本経済の弱さやっぱり日本経済見てもですねその GAFA もしくは GAFA+M じゃありませんけどもああいったようなね非常にもうグワーッと伸びる企業が出てきませんよねまあその IT の世界でもそうですし例えば車の世界においてもねまあトヨタが一社ちょっと頑張ってるぐらいでね他のね、えー、車のメーカーどうですか負けてますよね。 というようなこともあったりとかまあ日本のね過去流星を誇っていた日本の家電メーカーまああえて言えばねパナソニックがね、えー、その EV じゃありませんけど電気自動車に関わるようなねバッテリー部門ですねでそこで少し頑張ってるぐらいで他はひどいもんね東芝だってね以前のねその財務的な問題を起こしたりだとかっていうようなことでねもうなんか総崩れですよね そういったようなことを考えると日本の、えー、今現在のですね日本企業においてこれはといった産業が見つからないすなわち日本経済の弱さがついに暴露され始めてる俗に言われるこの日本売りじゃありませんけどそういったようなことが、えー、このね2月のウクライナ情勢を皮切りに認識されちゃったよということで以前はですねまあこういったようなそういうまあ何て言うのかな有事の金だとかね 有事の円買いというようなことがあったんですけど今回に関してはね有事の円売りになっちゃったとこれもね非常に大きな転換ですよね以前やっぱりどこ,どこかでね例えば災害がありますどこかでやっぱりそういったようなね、えー、まあ有事じゃありませんけど今回のウクライナ紛争のようなことがありますというようなこともまあ以前の湾岸戦争なんかでもそうですけどそういったようなことがあると有事の円買いで必ず円は買われてたんですね安全資産ということで買われてた円 ところがですね今回に関しては有事の円売りになっちゃったわけですねまあこういったようなこともあるというようなことですねまあちょっとねまた動画長くなっちゃって、えー、まずいのでそろそろ終わりますけれどもまあ日本円は最弱と ということでこちらにねちょっとね先ほどお見せしたような形なんですけどもまあこういったようなことを考えて私もずっとねいや年末には150円あるかもよっていうことをずっと言わさせてもらいました本当になっちゃいました本当になっちゃいましたねっていう形ですねじゃあ来年どうなのかっていう話ですけどこれは私のあくまでも勝手な予想ですなので皆さん別に信じないでくださいねって勝手に私がねつぶやいてるだけあの独り言よいつものね あの経験問題言ってることの独り言よじゃありませんけど単なる独り言です。これは私の勝手な予想です。来年にかかけてて私は150 160 170円円、円どころかですね160円170円あると思っております、まあ分かり本当分かりませんけどねあのー、本当に世界情勢が何個起きるとですねもうこの為替っていうのはもう極端に変わりますけどね、まあ、私はね、えー、160円170円あると思っておりますねしかも、あのー、そんなね。 遠い未来じゃなくてね、それこそ来年というようなね短いスパンの中でそういったようなことが私は起きるんじゃないかなっていう気がしております。まあ,あの皆さんね何回も言いますけど私がこんなこと言ったからねケイちゃんがこんなことやったから FX やろうとかって言ってねそれはやめてくださいねそれは絶対やめてください。い、私もさっき言いましたけどね。 まあ私がらいの年齢になるとね、やっぱり例えばね、FX で短期間的にね、こんな儲けようっていう気にはならないんですよ。というのはやっぱりね、もうやっぱり老後のことを考えちゃうからね、そんなようなあの投資じゃなくてね、投機的な動きというのは、やっぱりね、えー、やめたいなと思うので、私もやっておりません。<laughs> 実際やってればですね、えー、それこそね、レバレッジかけてね、あの FX なんて皆さんご存知かもしれませんけど、何倍で自分の持ってる資金の何倍のね、えー なんていうのそこの投資ができますのでね実際100万円しかも持ってなくてもね例えばそれをね10倍とかそういった形でできるんですよ100万円の、えー、持ち金というかですね資金から1000万円の投資ができるそれがね FX なんですけどもいやそれできるよ <laughs> それもしやってたらそれもしやってたらですね今それこそね、えー、人財産ぐらいできたと思うんですけどねいや全然やっとりません何やってるのって感じで自分なんかでは思いますけどね でもそういうことですからね結局やっぱりまだ私がね20代30代ぐらいだったらねそういったようなことをしたかもしれませんけどねさすがにもうこの年齢になるとね一種のバクチですからねそういったようなものをねやっておりません <laughs> な,なので皆さん私がねこういうふうにケイちゃん今までずっと当たってるんでしょうとかね 金が最高値は上げますよとかね。あるいはね、ビットコインもね、当時はね、上がりますよ。全部当たってるんですねえ。当然ですね、そのエネルギー価格どんどん上がりますよね。インフレ起こりますよ。全部当たってるんですよね。円も150円になります。当たりましたね。っていう感じなんだけど。ケイちゃん、当たってるケイちゃんが言ったからね。ケイちゃんが来年160円、170円になる。今のうちにね、あのレバレッジかけて FX やろうって。それだけやめてください。っていう感じです。はい。えー、ということでね。 一応単なる予予想想でですあくまでも予想ただその予想の裏付けというかですね私がなぜ年末までに150円になりますと言ったようなことを言ったのかっていうこともまあ本当に150円になりましたのでね今140さっき見た149円の70銭とか80銭一応150円の壁があるのでねそこら辺をう,うろうろしてますからね本当になっちゃいましたって話なんでね、えー、まあそういったようなこととあとはあのー ご視聴者の方からね、えー、ケイちゃん予想してよというようなね、ことも <laughs> コメントでいただいてたんで、まあ、あの、ちょっといい機会でありまして、150になっちゃいましたからね、いい機会でもありましたので、ちょっとお話をさせてもらいました。ということです。皆さんもね、どのよう,うに思うでしょうか。またいろいろね、 えー、やっぱりね経済のこといろいろお知りになりたいもしくはですね、えー、経済のこと今現在もお知りになっててですねいやケイちゃんそんなことないよいやケイちゃん私はそういうふうに思うよということがあったらね是非またコメントでも教えてもらえればなというふうに思いますありがとうございましたではねまた皆さんバイバイ